いらっしゃい。それが気に入って、どうぞ。それでいいの。はい。何が、はいはい、あり、お決まり、あり、またお。いらっしゃいませ。そちらになさいますか。どうぞそちらになさい。ありがとう。おすすめの、どう、またお越しください。いいものは人気の、ありがとう、人気の、ありがとう、人気の、ありがとう、またの。と、ここまでが夏目の自供内容だ。絵馬で友達になったら相手が信者になってくれたか。アリスが言ってたことと同じだね。夏目のスマホもアリスのと同じだな。エマも本体も特に異常なしだ。また収穫なしかよ。収穫なしとは言ってない。例によって誰かが覗いてた痕跡はあったぞ。マジか。アリスのスマホを誰かが監視してたってやつだよね。夏目にも仕込まれてたのか。で、相手はわかるか。すまん、わからん。痕跡があるだけだ。アリスも夏目も何者かに監視されていたか。なあ善吉、警察はそれ知ってたか。いや、監視者の存在自体アリスのスマホからさくらが見つけ出してくれたことだしな。エマを使っていること以外でアリスと夏目の共通点はこの監視者だけだ。それを知らなかった警察がどうして一連の事件が同一犯だと思ったんだ。まあ今回はいろいろと特殊だったが、主に犯行内容と時期だな。時期？どの改心事件も似たような時期、ここ3ヶ月の間に起こってる。言わなかったか。3ヶ月前っていうとエマがリリースされた頃だな。まあエマが犯行に使われてんだからそうなるわな。ありえるけど第三者がやるのは相当ハードル高いぞ。やっぱ作った会社が怪しすぎんだろ。確かマンボウだっけ。マディスな、マしか合ってないぞ。一応そっちのこともあれこれと調べちゃいる。だが相手は世界的大企業だ。理由もなく踏み込むわけにもいかなくてな。何も怪しい点は見つかってないんですか。ああ、今のところ関係者を探ってみても怪しい情報は出てこない。その監視者ってのがマディスの関係者なら立派な証拠として踏み込めるんだがな。お前らはこの事件、黒幕がいると思ってんのか。それはまだわからん。共通点もあるが別々の事件かもしれないしな。他の事件も調べて共通点を見つけていくしかねえだろうな。捜査の基本だ。共通点とそうでないものを増やして絞り込む。今は事件を一つ一つ追っていくのが一番の近道だろうぜ。確かに今は俺たちにできることをしていくしかなさそうだな。他のジェイルやキングを調べていけば新しいこともわかるかもしれないしね。んじゃあ俺は先に札幌へ向かって本来のターゲットの周辺を洗っておく。8月8日に札幌で待ち合わせるぞ。当日また連絡する。3日後、車なら余裕でつけるわね。別に急ぐ必要はねえ。それまでターゲットは日本にいないからな。そういや七夕祭りが近くなかったか。仙台の七夕祭りといえば有名だぞ。うまいもんが揃い踏みってな。確かにあちらこちらに見事な飾り付けがされていたな。とにかく3日後だ。忘れんなよ。休めということでしょうね。おっさん、意外といいとこあんじゃん。
じゃあせっかくだし浴衣着て七夕祭りに行かない？浴衣といえば去年の花火大会の日は雨に降られて散々だったわね。だから浴衣リベンジ。それにあの時はまだ双葉も春もいなかったし。賛成！浴衣でお祭りなんて素敵！じゃあ決まりな。ソフィア、浴衣売ってる店頼む。4件発見。案内は任せとけ。すっげー、屋台だらけじゃん。さすがは仙台の七夕祭り、にぎわっているな。地元では七夕さんというらしい。伊達政宗の時代に始まった祭りとある。あの銅像のおっさんか。おっさんと呼ぶな。奥州の湯、独眼竜、伊達政宗公だ。どんだけ気に入ってんだ家来かよ。これはどの屋台から行くべきか迷うな。どうする？あ、じゃあ勝負すっか。俺の華麗な銃さばき見せてやるよ。龍二は力で押すタイプだ。銃より近接武器でいけ。それ射的じゃねえだろ。てかあいつらまだかよ。レディーは支度に時間がかかるのさ。むさ苦しいお前らと違ってな。お前が一番だろ、毛の塊だし。初金むしるぞこら。お待たせ。うわー、アンドロー似合ってるぜありがとう、モルガナ。ごめんね待たせて。帯結ぶのに時間かかっちゃって。夏の風物詩だもんね。お祭りの雰囲気にもぴったり。やはり絵になるな。むさ苦しい空気が一気に涼やかになった。どうせ俺らはむさ苦しいっすよ。てか龍二似合ってんじゃん。制服よりいいかも。大きなお世話だっての。でもそのお面のチョイスはセンスあるぞ。イエローは夏によく似合う。私も水風船買ってきた。やっぱ祭りはこれがないとな。水風船？ああ、ヨーヨーな。いや、水ヨーヨーではないのか。ちょっと待ってよ、ヨーヨー風船でしょ？いや、水風船。お前はどう呼んでるんだ？それってどっち？みんな楽しんでるわね。私たちも負けてられないわ。屋台で何か食べましょうか。うん、いい匂いでお腹空いちゃった。見ろ、焼きそば、焼き鳥、かき氷の定番から東北名物こんにゃく串まで何でもござるだ。よし、じゃあ突撃。我が輩たちも行こうぜ。すっかり腹が減っちまった。だな、片っ端から食い尽くす。もはや七夕は関係ない気もするが、異論はない。私も祭りに興味がある。金魚すくいとか見せてくれ。満喫した。玉こんにゃく串、石の巻焼きそば、ずんだサイダー、ご当地もの食べ尽くしたな。しかも全部めちゃうめえし、政宗のおっさんに感謝だわ。頬をつけろと思う祐介であった。エスパーか。しかし金魚すくいは難しそうだな。あれはどうやったらうまくいくんだ。心を静めてためらわず一気に動きをよく見て仕留めるのがポイントよ。さすがまこちゃん、すごい。なるほど、次は成功させるぞ。善吉から電話だぞ。よう、楽しんでるか。
働いてるよ。ほどほどにな。ところでお前らに頼みがある。俺はもう札幌で捜査を進めてるんだが、仙台を立つ前に東邦大学に寄ってくれ。明日大学の青葉山キャンパスである講演が催されるらしくてな。例のマリスの社長が講演に来るらしい。マリスの件はまだ調査中だが、情報は大いに越したことはない。俺の代わりに聞いておいてくれ。話が早くて助かる。言っとくが、下手に目立つことはするなよ。社長が変なこと言ってないかだけ確かめりゃいい。名前は近衛明。今時のやり手社長って感じの男だ。とにかくよろしくな。何度も言うが、勝手に突っ走んなよ。で、要件は何だったんだ？よくわかんねえけど、エマ作ったとこの社長かよ。何か新しい情報が得られるかもしれないわね。うん。とにかく明日の朝、その公園とやらに行ってみるとしよう。これにて休暇は終了だな。お仕事モードに切り替えだ。皆さんも知っての通り、人生とは日々選択の繰り返しです。今日の朝食は、どの服を着て家を出よう。そんなほんの些細な選択に始まり、研究分野、就職先、結婚相手、人生に大きな影響をもたらすような選択。そう、人は常に選択の答えを、最適解を求めて生きています。マディスはそんな皆さんをAI という切り口から手助けしたいのです。エマは人々の生活と社会に寄り添う新しい AI の形をご提案します。正確により多くの情報を収集処理し、皆さんの選択の一助となるような。いかにもやり手の社長って感じだな。すごいね。堂々としていて自信に満ち溢れてる感じで、会社の方針や展望もきちんと示して聞く人を引きつけてる。確かにそうね。特に怪しいことは言ってないみたいだけど。エマのおかげでマディス社の株はうなぎ登り。今じゃ間違いなく日本有数の大企業だ。そんな会社が会心事件なんか起こしても何の得もないと思うけどな。だがエマがジェイルに関係しているのは確かだ。何しろ入り口だからな。直接的にせよ、間接的にせよ、マディスが無関係とは思えないわね。なあ、この一連の事件の真犯人、つまり黒幕が別にいると思うか？我が輩はいると思う。キングを改心させても、願いを解放しても、あのジェイルって異世界は消えることがない。きっとまだ何かが残っていて、それがあの空間を維持させているんだ。それが黒幕ということ？わからない。ただ肝心のキングがエマのことをよく知らなかっただろう。確かに、アリスも夏目も供述内容は同じだった。だとすれば、キング以外にエマを利用している奴がいるのかもしれない。それがマディス社の誰かなのか、謎の監視者なのか、他ならぬ社長のこいつか、それ以外の何者か。結局おっさんの話に戻るんじゃねえか。いろいろと事件を解決して情報を増やしていくしかねえってさ。俺ら心の回答団がすることは変わらねえよ。龍二、珍しくいいこと言うじゃん。そうね、その意味ではこの講演も貴重だわ。最後までちゃんと聞いておきましょう。よく寝たわ。で、社長は何だって？
芝居ていい？とりあえず怪しいような話はなかったわね。まあ簡単に出すはずもないけど。つうか腹減ったし帰らねえ。あの社長話長えんだよ。ねえ君たち、さっきの話本当なのかい？え？君たちが心の怪盗団だったの？うん？あなたは牛タン屋の？確か一ノ瀬さん？聞かれてた？いやー、猫の声には敏感でね。もう公園の話よりそっちが気になっちゃって。もうなー、わが輩。いやー、でも実際に聞かれたのはお前らの声だろ。どうすんだよこれ。ああ、ストップストップ、大丈夫だから。とにかくここはもうすぐ閉まる。詳しい話は外でしようよ。それにしても噂の心の怪盗団が君たちだったなんてね。またまた、とぼけないでよ。アリスと夏目って、柊アリスと先日記者会見してた夏目暗号だよね。君たちが何かしたってことでいいのかな。あと、エマがジェイルの入り口ってどういうこと？会心事件と関係あるの？全部聞かれてんじゃん。その一ノ瀬さんこそどうしてあそこに？ああ、牛タン屋で言ったでしょ。あの大学で研究員をしてるって。ああ、確かに。それにあのエマのベースを作ったのはこの私だからね。ベースを作っただと？言ってなかったっけ？私の専門は AI だ。聞いてなかったけど。エマを開発してた頃、マディス社から買いたいって話があってね。お金にも困ってたし売っちゃったんだ。売っちゃったって？ちなみにそういうつながりがあったから、うちの大学で講演もお願いできたんだよ。まあ大学に頼まれてなんだけどね。まさか社長が直々に来るとは思わなかったよ。そしたら私まで公園に招待されちゃってさ。仕方ないからあそこで聞いてたってわけ。ではエマを作ったのは一ノ瀬さんで、マディスは運営をしているだけなのか？あー、運営してるのは間違いないけど、運営だけかどうかはわからないな。私が作ったのはベースだし、売った後にマディスが手を加えてないとは限らないし。でもエマには詳しいですよね。そりゃそうさ、自分の子供みたいなものだからね。手前味噌だけど、あの子はいい子だよ。こいつは予想もしない展開だな。ベースを作ったって話本当かな？けどマディス社の社長さんが直接公園に来るなんてすごいと思うよ。あの人の依頼でそうなったのなら、それだけ認められてる人ってことじゃないかな。確かに招待までされてたしな。どうする？エマについてなら願ってもない情報源だぞ。それにもう私たちの正体バレちゃってるみたいだよね。どうするよ。無理に隠そうとしたところで手遅れか。ならばいっそ引き入れて情報を聞き出すか。補欠にいらずんば孤児を得ずだ。決まりね。本当のことを説明しましょう。その話本当なのかい？いや、まあ信じられねえだろうけどよ。なあ、前吉の時みたいにいい世界に連れて行けば。すごい！やはりそういう世界は存在してたんだ。いや、そうでないと確かに説明できない。まさかエマがその入り口として機能してるなんて。いや、か
能性を考えれば。あれ、納得してる。いやー、めちゃくちゃ興味あるよ。なんだいその超展開。まあ信じてもらう手間がなくていいか。一ノ瀬さんはなぜエマが入り口になっているのか心当たりありませんか。いやいや、そんなの知らないよ。異世界があるのだって驚きなのに、そんな機能思いつきもしない。だよな。だとするとあの機能は誰かが後付けしたのか。願いを奪って人を改心させてしまう世界か。興味が尽きない。なあ、いやいや、ここは悲観すべきか。我が子が悪用されてるんだし。ええ、私たちと取引をしませんか。おお、いいね。怪盗っぽいじゃないか。私としてもぜひ手伝わせてほしい。全く無関係な話でもなさそうだし、何よりこのまま放置では好奇心で死にそうだ。で、私は何をすればいい。何を調べさせてくれるのかな。そうね、今一般に出回っているエマのことを調べてください。一ノ瀬さんが作ったものと何か違うのか。なるほど、要は今のエマの秘密だね。誰かが手を加えたならその正体も知りたいと。ああ、それと確かあっちで手に入れた謎のジャンク品があったよな。中身の解析とか頼めたらあの世界の正体がわかるかも。おお、なんかいろいろ渡してもらえるのかな。いいね、いいよ、もちろんだと思う。資料として買い取らせてもらうよ。取引なら私たちからも何か出さないとね。いや、今の内容で十分だよ。グイグイと研究意欲が湧いてくる。じゃあこれで取引は成立でいいのかな。オッケー、私も楽しみだ。お、そうだ、 AI の専門家ならソフィアのことも聞いてみちゃどうだ。ね、ソフィア。よ、私は人の良き友人ソフィアだ。よろしくな、一ノ瀬。これがソフィア。へえ、よろしく。反応薄っ。いやいや、ちょっと今までの情報量が多すぎてさすがの私も混乱してきた。異世界で出会った AI の子なんです。何かご存知ないですか。いや、私もわからないけど、後でコードでも送っておいてくれる。おお、わかった。これ私の連絡先を教えとくから。それじゃあこれからの展開を楽しみにしているよ。じゃあね。なんか急に帰っちまったな。ソフィアのこと何かわかるとよかったのにな。私なら大丈夫だ。みんなの役に立てればいい。今は仕方ねえか。つか突撃されて忘れてたけどよ、次札幌だろ。ああ、我が輩たちも出発しよう。北海道で全吉が待ってるぜ。おう、待ってろよ北海道。なあなあ、いいものあり、お買い上げで商品の人気のありがとう、お買い上げ商品ありがとうございます。
いらっしゃいませ。おすすめの商品ありがとう。そちらになさいませ。ありがとう。おすすめの商品ありがとう。またのご来なあ。いらっしゃ。お決まり。あり。お決まり。は、はい。は、どうも。あら、それが気に、どう、それが気に、ど、またいらっ。ふん。から付き合え。ありがとう。まあいいけどな。だったら、うん、はう、仕事のする。そうだな、作るか。手伝うぜ。献立は何作るの。ようこそ。これでいいか。装備するか。役に立ててくる。これでいいか。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。誰のにするんだ。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。どれにするんだ。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。誰のにするんだ。どれにするんだ。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。誰のにするんだ。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。これでいい。装備するか。ご利用サンクス。これ装備するか。ご利用サンクス。誰のにするんだ。タイムセール、お買い得品だ。何個欲しいんだ。これご利用サンクス。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。何個欲しいんだ。これたくさん買うんだな。何個欲しいんだ。これ役に立ててくれ。ふんちょっへ
し。札幌まで何時間ぐらい？順調に行けばフェリーに乗って約12時間だ。嘘、もっと近いと思ってた。こいつは途中で車中泊だな。北海道に渡ってからも長いからね。まこちゃん大丈夫？ええ、気合で駆け抜けるわ。おお、その息だ、まこと。さすがにちょっと疲れたわね。ありがとう。少し休めば大丈夫よ。一日中乗ってたからな。ゆっくり休んでくれ、マコト。ごめんね、マコちゃん。私が代わってあげられたらいいんだけど。大丈夫、私が任されたんだし。運転するのは好きだから。あ、それにみんなの話し声がするだけで楽しくて眠くならないから助かるわ。よし、誠に何かねぎらいをしてやらねば。リュウジ、誠の肩揉んでやれ。あとソフトクリーム買ってあげて。よし、パイセン。って、なんで俺？私も寝る前にマッサージしてあげるね。すっごい効くってモデル業界でも評判のやつ。ありがとう、楽しみにしてる。すまない、誠。ソフィア、どうしたの急に。私は人の役に立ちたい。肉体の疲労なら物理的な刺激が効果的だ。だが私は AI、 マッサージは不可能。人の役に立てない AI、 存在意義ない。バグ以下。どうした？ソフィアは繊細すぎる女子なのか？そうね、異世界ではってそういう話じゃなくて、あなたのおかげでとても助かってるから。いつもありがとう、ソフィア。そうか、ならよかった。ソフトクリーム食べてみたいな。切り替え早えな。誠の疲労もある。北海道に渡ったら車で一泊しようぜ。となれば夕食はご当地グルメだな。あ、私わさびサイダー飲んでみたい。なんでそのチョイス？よし、もう一踏ん張りだ、まこと。いざ行かん、札幌へ。はいはい。北海道ってやっぱりすごく広いわね。でっかいどー。上陸してからだいぶ走ったもんな。北海道って涼しいんだろ。ようやく寝苦しい夜ともおさらばだぜ。男だらけのルーフテント、サウナみてえになってたからな。目が覚めるとほぼ裸だ。ある意味すがすがしい。そのまま出てこないでね。札幌来たー。札幌中央市の中心部か。周辺の雄大な自然と対照的に賑やかだな。で、雪祭りってまだやってねえの？それボケてるつもり？でもやっぱり都内よりは涼しいかな。過ごしやすそうでよかった。ひとまず目的地には着いたけど、ソフィア、ジェイルの反応はある？ある。匂いがプンプンする。おっさんの言った通りかよ。となると善吉が目をつけてるやつが札幌のキングって可能性が高まったな。とりあえず情報収集も兼ねて
この辺りを巡りましょうか。でもその前にお風呂、昨日入れなかったし。賛成。まずはすっきりしたいよね。私の出番だな。500メートル先に入浴施設があるぞ。さすがソフィア、仕事が早い。お前らはお風呂タイムか。その間我が輩は情報収集しておく。モナちゃんは後で、私が体を洗ってあげるね。何？それくらい自分一人で。猫は濡れるのを嫌う。なるほど、データ通りだ。我が輩をそこいらの猫と一緒にすんな。データ書き直しとけ。そうだ、私も銭湯に入ってみたい。誰かスマホごと中に連れてってくれ。熱々の湯にスマホってぶっ壊れんじゃね。ほら、とにかく行きましょう。ソフィア、案内はお願いね。ふんふん。喜んでくれるかな。ええ、綺麗なお花を見てありがとうって言ってくれてるわ。でも会えないから寂しいよ。天国は遠くて行けないもん。あそこで何かあったのかな。お花をお供えしてるね。誰か亡くなったのかも。そういえばニュースで見たことあるわ。大通公園で起きた雪像の崩落事故、確か小さな女の子が犠牲になったって。あそこが事故現場なのかしら。その子や家族のことを思うと胸が詰まるな。そうだね。どうした？風呂に行くぞ。楽だぜ。体に染み渡るな。ああ、旅をして分かった。人には裸になる瞬間が必要だと。え、どういうこと？つか、やっぱ広い風呂っていいよな。家じゃこうはいかねえし。今回は長旅になりそうだからな。都度緊張をほぐすのは重要な。うお、あん、やっぱすっげえ。遅いのにチートだろそれ。てか、何食ったらそんなになる。ちょ、恥ずかしいから春に聞きなよ。春だってほら。え、ちょっと。おお、やるな春。こっちも破壊力あるぞ。こら、あんまり騒がないの。私たちだけじゃないんだから。え、ああそうだな。え、別に想像とかしてねえし。にしてもマジで気持ちよすぎるわ。モルガナも来りゃよかったのに。ソフィアもな。肉体がないというのも良し悪しなのかもしれん。つうか、あいつってやっぱ謎だわ。お前どう思うよ。
それは聞いたけどよ、なんか心を学びたいとか言ってたじゃん。人の心か。俺も絵で表現しようと試みはしたが、道半ばだ。陰にして陽、美でありながら朱、知れば知るほど謎は深くなる。まあ俺も心とかよくわかんねえけど、あいつ俺らと普通に話してるし、んなこと考える必要なくね。ソフィアは人の良き友人になる方法を探しているんだろう。そのために心というものをよく知りたいと考えてるんじゃないか。へえ、そういうもん？なんか真面目なやつだなあいつ。ソフィアがそう望むなら応援してやろう。世話になっているのは確かだ。そうだな、どっか抜けてるとこもあるけど、やべ、そろそろのぼせてきたわ。上がってコーヒー牛乳とか飲まね。お、そっちもありだな。迷うわ。いや、風味付きは邪道じゃないか。ここは北海道、酪農も盛んな北の大地だ。その恵みを真に理解するには絞ったまま普通の牛乳で行くべき。いや、好きにしろよ。よし、心も体もすっきり爽快。ほんとすごくいいお湯だった。教えてくれてありがとう、ソフィア。ノープロブレム、また役に立ってしまった。なんかそっちやけに静かだったね。いや、まあいろいろよ。ん？善吉から電話だぞ。よう、こちら正義の味方だ。札幌には着いたか？ボケてんだから突っ込んでくれ。夜にでも合流するぞ。お前らのキャンピングカーで作戦会議だ。善吉が来るのか？よし、じゃあ一度車に戻ろうぜ。よし、集まったな。改めて札幌のキングについて話そう。容疑者の名前は兵藤真理子。驚くなよ、こいつは札幌中央市の現市長だ。市長？嘘、市長って札幌で一番偉い人ってことでしょ？そんな権力者がキングに？確かにな、ありえない話ではないか。てか、なんでそいつがキングだってわかんだよ。支持率の異常な上昇だ。札幌での兵藤市長の支持率は現在 88%。 わずか2ヶ月で50ポイントも増加している。 50？ すげえな、いきなり確変したのか。すごいというか、普通に考えたらありえない数字ね。それだけじゃない。一月前、市長の反対勢力でもある市議会議員3人が突然汚職を告白して辞職した。その後、長い間対立していたはずの議会が市長の条例案を支持し始めた。で、このタイミングで市長改選選挙。いろいろできすぎてて疑いたくもなるだろう。兵藤は国政進出を見据えてるって噂もある。公安としても捜査に乗り出してるが、今のところ全く尻尾がつかめてねえ。これをどう思う？だろ？だからお前らの出番ってわけだ。怪しくはあるか。しかし、本当にキングかを確かめるにはキーワードが必要だが。それなら問題ない。
奴は演説でたびたびエマの名前を出してたらしいからな。街頭演説の中でキーワードを拡散していた可能性は高い。じゃあ演説見に行けばキーワードもわかる？おそらくな。兵藤真理子の街頭演説は10日に涼しのであるって情報だ。投票日も近いし、数千人って規模の群衆が集まるだろう。すげえな。有権者を丸ごと改心させているならそれくらいは当然か。どうかした？ハル、ちょっと気になることがあって。兵藤真理子、どこかで聞いたことがあるような。市長さんだもん、ニュースとかでじゃない？そうなのかな。うん、ごめんなさい、気にしないで。念のため言っとくが、直接接触しようとするなよ。こっちの動きがバレると厄介だ。お前らは演説日までおとなしく観光でもしてろ。ねえ、一ノ瀬さんのこと話しておかない？今後のこともあるし。わかったわ。なんだ、どうかしたのか？エマの開発者と取引した？いや待てよ、一ノ瀬クオンだったな。一ノ瀬、あー、その名前報告書にもあったな。エマの元開発者一ノ瀬クオン。調べてたのかよ。マディスのことをな、その報告書に書かれてたんだよ。エマをマディスに移譲した開発者ってな。そんなのとよく取引できたな。そのいろいろあって。エマを誰かが悪用しているならあの人の協力が必要だと思うんです。エマの元の状態と今の状態比較して調べられるのは一ノ瀬ぐらいだ。なるほどな。報告書を見る限り危険なやつじゃなさそうだが、情報源が増えるのは悪いことじゃない。だが今後はもう少し慎重に頼むぜ。俺はお前らを信用して機密情報も流してんだ。知らないところでリスクが増えるのはごめんだ。ええ、そうするわ。それにだ、お前たちが頼るべき相手は俺だぞ。ほいほい、新しい協力者を見つけてもらっちゃこっちとしても寂しいってもんだろう。なんか急に協力者アピールしだしたぞ。おっさんが頼りになんねえから俺らでいろいろ動いてんだろうが。仕方ねえだろ、認知がどうとか俺にわかるか。それとおっさんじゃねえ、俺は池王子だ。なんか言って。慰めはいらねえよ。そっちが降ってきたんだろうが。とにかく10日の街頭演説だ。よろしく頼むぞ。10日になるのを待つしかないか。もどかしいわね。仕方ないよ、それまで体調とか整えてきっちり準備しとこ。ああ、善吉の言う通り、観光でもして過ごすとしよう。なあ、せっかく北海道来たんだし海鮮とか食いに行こうぜ。北海道発祥のスープカレーも外せんぞ。私は赤レンガ庁舎に行ってみたいな。お花がすっごく綺麗って聞いたから。オーケー、全部のスポット回れるようにプラン立てとく。さすがソフィア、案内よろしく。わ、すごい、なんか古そうなのに超おしゃれ。かつて道庁の本庁舎だった北海道のシンボル、重要文化財にも指定されてるそうよ。これは素晴らしい、新たな着想が次々に湧いてくるぞ。お庭もすごく素敵、花壇にもいろんなお花があって。あれ、あそこ。ちょっとあなた、花壇の花が枯れてるじゃない。
申し訳ありません。ですがこの暑さですから。言い訳なんて聞きたくない。市の名所には一つの欠点も認められないわ。私はこの札幌中央市の最高責任者。あなたなんていつでもクビにできるのよ。どうかどうかお許しを。路頭に迷いたくなければ24時間休むことなく全ての花壇を監視なさい。承知いたしました市長。怖え。なんだあれ。いや待て、今市長って言ってなかったか。あら、あなたたち観光かしら。せっかく来ていただいたのにごめんなさいね。職員の集団を見せてしまって。ああ、いえ。あら、でもそんな、あなたもしかしてハルちゃん。え、あ、覚えてないかしら。まだハルちゃんが小さい頃だったものね。私よ、兵藤マリコ。奥村社長、あなたのお父様にお世話になった。兵藤って、この人が市長の。みんな落ち着け。もしかしてマリスさん。そう、嬉しいわ、覚えててくれて。え、ハル、この方と知り合いなの。そう、うん、そうなの。小さい頃にお世話になったマリさん。マリさんは昔奥村フーンズの取引先の方で、お父様がよくゴルフでご一緒しててね。私が一人で退屈そうにしてるとよく相手をしてくれたの。すっげえ偶然。まさかの展開だな。ハルちゃん、お父様のこと本当に残念だったわ。いえ、ご心配をおかけしてしまって。何か困っていることはない？私はいつでもあなたの味方だから。ありがとうございます。でも大丈夫です。会社の経営陣も信頼できる方ばかりですし、大学とも両立させて私なりに頑張ってます。支えてもらってばかりではなく、自分で前を向いて歩いていかないといけませんから。はるちゃん、立派になって。マリさん、みんなが見てます。ごめんなさい、感極まってしまって。つい今日はお友達と観光だったのかしら。皆さん札幌を満喫してくださると嬉しいわ。札幌を気高く美しい街にするために職員にも尽力させているから、どうか安心して。ほら、あなたはさっさと替えの花を用意なさい。は、はい。まったく、私がいないとすぐ手を抜こうとするんだから。ごめんなさい、お見苦しいところを。それに申し訳ないけどこれで失礼するわ。選挙前でいろいろ忙しくて。困ったことがあったらいつでも言ってね。春には悪いけど裏表の激しそうな人だったわね。マリさん、昔は誰に対しても優しい人だったのに。本当にあの人がジェールのキングなのかな。さっきの怒り方普通じゃねえよ。あそこまで言うか。花ぐらいでよ。ハル、大丈夫？うん、大丈夫。ちょっと驚いただけ。それよりごめんね。キーワード聞けばよかったよね。ええ、そんなの気にしないで。まだ街頭演説があるもの。そうだな。後で必ずチャンスは来る。今日のところはひとまず町で兵藤の噂集めでもしておこうぜ。うん、ちゃんと調べなきゃ。うん。何なのかしら。疲れた。あのさ。ん？ん？
マジかよ。帰るとするか。うん。そうね。お待ちしていました。あなたも、あなたの仲間たちも、着実に力をつけているようですね。ですが、厄災は確実に迫っている。それは心に留めておいてください。邪悪な意志が高まっていくのを感じます。その正体はわからないのですが、話を戻しましょう。お呼びしたのはあなたの持つワイルドの力についてお伝えするため。あなたのさらなる成長に伴い所持できるペルソナが増えました。あまたのペルソナを使いこなすあなたの素養は無限の可能性。絆を築いた仲間と共に力を磨き、来たるべき厄災に備えるのがいいでしょう。それでは、なんなりと。ようこそ、ベルベットル。合体を行うのですね。継承するスキルをお選びください。このペルソナ、生まれ変わりなさい。新たな力が得られるようです。新たな力が得ら継承するスキル
このペルソナでよろしい。このペルソナでは始めましょう。ご覧になりますか？強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろ、仮面の力によりペルソナが成長しました。中央市議会で汚職事件がありました。大変に恥ずべきことです。私は新しい倫理条例を制定し、たった一つの汚点も見逃さない断固たる決意でおります。この札幌をよどみなく美しい街にしたい。そう、真冬に降り積もる新雪のように世界に誇れる行政と市民が心身ともに真っ白なスノーシティを目指して、さあ皆さん、札幌の大掃除をいたしましょう。マリコ様、市長、素敵。すっげー、マジで全員信者じゃねえか。確かにすごい人気だよね。みんな改心された人たちなのかな。人は人を呼ぶからな。改心されていない者も混じってはいるだろう。ハル、兵道がスマホを出したぞ。来るぞ、いよいよだな。皆さん、エマを利用していますか？ぜひ私と友達になりましょう。市民の皆さんはもちろん、市外、道外、海外、どなたでも構いません。私とつながってください。キーワードはスノーシティです。さあ遠慮なくどうぞ。みんな友達登録してる。なあ、ここで止めた方がよくねえか。騒ぎになって私たちが捕まれば終わり。悔しいけど我慢するしかないわ。だがキーワードは手に入った。これで兵道がキングならジェイルに侵入できるはずだ。この涼しのなら匂いも薄い。安全にジェイルに入れると思う。準備は整ったというわけだ。行こう、みんな。もしマリさんがキングなら私たちしか止められない。これ以上何の罪もない人たちの心をもてあそぶようなことさせちゃいけないだな。よし、準備を整えてジェイルに突入するぜ。何も見えねえ。
凍てついた町か。美しいがどこか物悲しさを感じるな。ない、真夏にこの寒さはない。ジェイルに入れたってことはやっぱりここのキングはマリさんなんだね。ノワール、大丈夫、早くみんなの願いを取り返さなきゃ。向こうに王城っぽい建物が見えるぞ。どうする？行くしかねえな。どうせまたあそこに溜め込んでんだろう。ええ、まずはあの王城を調べてみましょう。行くぞ。侵入者だ、捕らえろ。シャドウ発見、サクッと倒して進むぞ。これだな。そうだ、ダウン、こりゃまずい。これだな。疾風弱点の格下だ、サクッと行こう。うまいぞジョーカー、ナイスだ。さすがは怪盗団のリーダーだ。炎上してる敵がいる、疾風が白熱で追撃だ。はっ、歩け。はっ、敵の攻撃が来る。終わりだ、みんな備えて。あいつは任せてくれ。凍結はつかないですか。まあ雑魚だし一気にいっちゃえ。せや、はっ、モナの防御力が低下してるよ。はっ、ここか。したくない、ここで待ってていいか。正体を見せろ。一人でシャドウに囲まれたらどうする。頑張れナビ。頑張る。今だ。速攻勝利だな、めでたい。この調子でゴーだ。シャドウ発見したぜ。どうする？歩け。怪盗団参上。予定させてやれ。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。よし。この構図、いい絵が描けそうだ。暴いてやる。よし、もらった。戦闘楽勝だな。チャンスだ。消えろ。せや、ここか。追い詰めた。このまま片付けようぜ。終わりだ。余裕だな、顔に書いてあるぞ。よし、どんどん行こう。これが雪、白くてふわふわだ。あんま離れんなよソフィー、お前白いから見失っちまいそうだ。この先に王城があるはずだが。これは氷の壁。ちょっと通れそうにないわね。雪と氷で閉ざされた町に
氷の宮殿、見てるだけで凍えちゃいそう。もうダメ、なんだかとても眠いんだ。かく、ナビが力尽きた。勝手に力尽きないの。他に道は、こっちも氷壁ね。向こうから行くしかないわ。進めるところまで行ってみましょう。そうだな、まずは周辺から調べていくとしよう。てかマジで寒いわ。全力ダッシュして体温めるしかねえ。出た、脳筋か。うっせ、他に方法ねえだろ。急がねえと、あのおばさんが好き放題だぜ。スカルの言う通り、今は進むしかないな。そうだね、まずは城の周辺を調べて、このジェイルの謎を解きましょう。はっ、歩け。力ずくで行くわ。とっとと片付けようぜ。はっ、歩け。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。ペルソナ、バイコーン、アルセール、いただいていく。あれ聞いてやりそうだな。別の属性で攻めた方がいいかも。それ、これだな。これだ。サンキュー。まず強敵だぞ。ジャンプ。これだ。それ、これだな。天の疾風を狙ってけ。まだ。これだな、これだな、よっと、おうよ。敵が減ってきた。頼んだ、そろそろ決めるぜ。任せたぜ。歩け。よっ、格上。これだな、これだな。だし、呪音属性が効かない相手だ。気を引き締めていけ。歩け、歩け、歩け。強敵撃破、さすがだな。ここいつでもやれるぞ。前に気をつけろ。これは牢獄塔か。今までの経験からして先に進む手がかりがありそうね。つか門開いてんじゃん、ラッキー。でもなんか怪しくない？でもシャドウの気配はないぞ。油断はできないけど、とりあえず行ってみようか。まずコア一つ。なんか超楽勝だったね。うちらもだいぶ慣れてきた。何ゲットしたんだジョーカー。これは兵道マリコのポスター。選挙ポスターのようね。なんだ急に吹雪いてきたわね。どうなってるの。来た方角はもっとひどそうだぜ。引き返すのは無理だ。まずいな、退路を断たれたか。おいおい、ガチで凍え死んじまうぞ。ここで動けなくなる前に避難できる場所を探しましょう。
物の発見。ナビ、目的地をあそこに設定してくれ。あ、なんか見つけたのか。よし、そこに行ってみよう。あばば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 。そんな投資する。吹雪やべえ、マジで何も見えねえ。このまま探索を続けるのは危険ね。一旦避難しましょう。なんだと。ドンマイ、ここからだ。ダルゲス、ダルゲス、ダルゲス、火炎が弱点。強いけど頑張れ。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。これだ、それ、これだ。敵、まだあと少しだね。これだな、これだな。一気に倒しちゃおう。ダルゲス、ダルゲス、ダルゲス、ダルゲス。スクール、防御力が落ちてるよ。ダルゲス、ダルゲス、ダルゲス。こいつは強敵だぞ。氷結も効かない。それ、これだな。気をつけろ。まだだ、行くぞ。ヘリソナバイコーン喰らえ。俺もバイソンジョーカー弱敵ヒット。俺も見習おうとしよう。強敵撃破、さすがだな。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。気をつけろ、前方にシャドウがいるぞ。来い。なんかいっぱい刺さってる。敵に投げたら効果的かも。炎上してる敵がいる。地球が拡大して追撃だ。招待バイコーン食らえ。おお、見事だな。もらった。はっはっ。もう無理。ゴミしよう。ダメだって。これストーブ？大きいね。ここで温まれるぞ。いや、おかしくね？なんでストーブよ。とりあえずポチッとな。あったかい。凍えそうだったから助かるわね。炎を見てるとなんだか心が落ち着くかも。地獄に仏とはまさにこのこと。まあ助かったけどよ、罠じゃなくてよかったぜ。他にも3カ所にストーブが見えた。そっちも行ってみるか。あの塔から見えたのか。やっぱ怪しすぎんな。ああ、無意味に置いてあるとは思えない。何かの仕掛けなのかもな。じゃあ残りの3つのスイッチを入れてみましょう。では急ごう。このままではここを動けん。人をダメにする邪悪なスト、ここでその誘惑を断ち切る。そんな大げさな。今なら奇襲できるぞ。どうする。てな、あれなんだ。狙えるな。よし、よし、片付けよう。今だ。追い詰めた。今の片付けようぜ。俺は。そっ
勝利だな。めでたい。この調子でゴーだ。気合い入れてけ。私も頑張るね。ダルゲス、ダルゲス、火炎が弱点。強いけど頑張れ。敵多いな。敵はあと少しだ。畳みかけろ。ペルソナいただいていく。弱点に引いた。それでこそだな。炎上してる敵がいる。疾風が確裂で追撃だ。行くぞ、食らえ。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。来い、奪え。運動を渡す。これで終わらせる。ジョーカー、強敵を撃破。さすが。みんな、いい働きぶりだったぞ。どんどん行くぞ。貴様ら、何をしている。ペルソナいただいていく。あんまり聞いてないけどね。別の属性で攻めた方がいいかも。ヤッハ、ペルソナ今だ。ハッセイヤッハ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。新技習得、早く試してみたい。こっちだぞ。あと2つだ。わあ、あったけ。動く気なくなるな。もうここに住みたい。ここはハッキングで開けられそうだ。敵が来るから。よし、やるぞ。よし、仕掛けるぞ。みんな守ってくれない。はっ、おっ、歩け。私にかかればこんなもんだ。
りあと一つ。何か気になるものがあるね。いけるな。やっちまうか。先へは行かせん。なんかいっぱい刺さってる。敵に投げたら効果的かも。ピクシー、ジャックランタン、シルキー、モコイ、スライム、いただいていく。気力が少ないよ。戦い方に注意して。ハンデングギリアクル、白熱をお見舞いしてやれ。はっ、行くぞ。ナイスジョーカー、弱点にヒット。なんだよ、やるじゃん。タッ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 セイセイヤ。気力は大丈夫か？ストーブを全部つけたら吹雪止まったね。あのストーブには吹雪を止める力があったのかしら。だから敵が守りを固めていたのか。ストーブのことは覚えておこうぜ。また吹雪に遭う可能性もあるからな。はあ、なんだよ。え、あれ？シャドウを確認。慎重に行こう。シャドウは気づいてないぞ。やっちまえ。倒すぞ。バルコを。ノーナ戦闘開始だ。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。筆を洗うより容易い。うん、次も頼むぞ。正体を見せろ。もらった。行くぞ。フルボッコだ。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。あと少しだ、一気にやるぞ。余裕の勝利ってやつだな。しゃあ、この調子で行こう。貴様ら、あの吹雪を突破したのか。あの突然の吹雪、こいつの仕業だったってわけか。しくじったと知られたら職務怠慢でお仕置きだな。何としても貴様らにはここで倒れてもらう。リリム、ジャックフロスト、アルセール、バイコーン、くらえ、ペルソナ、追撃するぞ。ここだ、ペルソナ、今だ、奪え。ここだ、来い、くらえ。これで終わらせる。ヘルストラー、くらえ。こいつで今だ。くらえ。
ルゲ。ガ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 ルゲ。役に立てるぞ。オーケー、援護する。チェンジだな。任せろ。ガルゲ。まずいか。先ほどのストーブの熱で溶けたわけでもあるまい。我が輩が推理するに、渋谷でも仙台でも牢獄島の上のコアが先へ進む鍵になってた。ここも同じだとすれば、さっきのコアが氷壁を溶かす鍵だったんじゃないか。なるほど、ありえるな。さっぱり意味わかんねえけどな。ここは異世界、そういうものだとして進むしかないわ。王城へ乗り込むにはもっと氷壁を溶かさないと。じゃあやること決まったね。残りのコアを探しに出発進行。ああ、行きましょうか。気になるものがあるな。チェ、見えたぞ、牢獄島だ。これで二つ目、張り切っていこう。いける。正体を見せろ。好きなタイミングでいいからな。やってしまおう。おい、瞬殺だぜ。敵はまだ多い、余力は残しておくべきだ。一掃する。うまいぞジョーカー、ナイスだ。さすがね。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。行くぞ、ピクシー、ジャックランタン、シルキー、モコイ、スライム、奪え。タッハッテイシェア。あいつやっていいか。クソだ。リリム、ジャックフロスト、アルセール、バイコーン、これだ、それ。頼む。俺の出番だ。やっちまえ。やられた。行け。面倒を渡す。さよならだ。強敵撃破。さすがだな。チェンジだな。あ。こんなものか。さあ、先を急ごう。シャドウ見つけたぜ。注意しろよ。ジョーカー、気力、気合入れてけ。今だ。敵、やってきた。もう少しだよ。楽勝すぎてあくびが出るぜ。どんどん進もう。暴いてやる。なんだ。おお、
終わりが近いな。片付けてしまおう。このぐらい楽勝だよ。閉じ込められたぞ。隠しただけで電撃効かないから注意な。一掃する。うまいぞジョーカー。ナイスだ。おお、かっこいい。チャンスだ。余裕の相手だ。パパッと片付けろ。せよ。もらった。はっ、行くぞ。シャドウがいる。確認だけど、装備は万全よね。面倒がってると苦戦を強いられるわ。開けようぜ。ほっほー、これはいいな。ここからなら降りられそうだが、シャドウが邪魔だな。そうじゃなくても危険ね。斜面は急だし、雪も積もってるし。なあ、そこにあるのスノボじゃね？あれで一気に滑り降りるとかどうよ。よし。我が輩らしいスキルだな。こんなものか。シャドウの気配なし。よし。あそこハッキングいけそうだ。よし、やるぞ。頼んだわよ、ナビ。護衛は任せて。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれな。よっ。気力が少なくなってるぞ、ジョーカー。気をつけろ。せいよ。せい、ショータイム。見せてやれ。これ地味に痛いな。ケルソナ、ピクシー、ジャックランタン、招待、ジャックランタン、くらえ。おお、ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー、お見事だ。終わりだ。戦力は同等。普通にやれば勝てる相手だ。感電してるやつがいるな。シルキー、今なら格熱で大ダメージだ。くらえ、チャンスだ。消えろ。はっ、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 なかなか手強いけど、このくらい役に立てるぞ。はっ、はっ、相手は隠しとら。疾風属性の攻撃で倒せ。はっ、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 この氷押せば滑りそうだ。敵にぶつけてやろうぜ。よし、終わりが見えてきた。もうちょい踏ん張って。これだな。ありがとう。それ、これだな。それだ、を要請する。あいつは任せてくれ。終わりだ。火炎が効かないか。
格下のくせに厄介だな。よし、セイク、ここか。私ピンチ、誰か助けてくれ。行くぞ。これだ、それ。それだ。よし、ハッキング成功。私にかかればこんなもんだ。また吹雪？シャドウも出てきたけど、これじゃ戦いにくいね。近くにまたストーブがあるぞ。先に吹雪を止めるのも手だ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。向こうは見事だ。これだな、これだな。まだまだ来るぞ。それ、それ。力を温存しておけ。呪音属性が弱点だ。手堅くいけ。役に立てるぞ。せよ。ジョーカー、防御力が下がってる。せよ。それ、これだ、それ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。せや、決める。凍結は効かないか。まあ、ザボだし、一気にいっちゃえ。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。さすがは怪盗団のリーダーだ。モナの防御力が低下してるよ。これで障害はなくなったな。じゃあ、いただくもんいただくとしますか。よし、コアゲット。そういえば、赤レンガ庁舎で花を枯らした職員の人に怒ってたよね。もしかしてマリさんが言ってたことに関係あるのかな。札幌を美しい街にって。熱意はわかるが、職員を犠牲にして成し遂げることではないな。うん、私もそう思う。とにかくコアは手に入ったわ。一度大通り公園に戻りましょう。氷壁がなくなったな。予想通りだ。貴様ら、牢獄島から奪ったものを今すぐ返せ。こんな失態をキングに知られたらどんなお仕置きをされるか。ちょっと歩け。ジョーカーがめまいにかかった。前見えてるか。決めるぞ。
こいつ手前、相手任せてくれ。気をつけろ。なんか気力少なくなってる。気をつけて。よし。おお、すごそうな技だな。よっしゃ、新技だぜ。新しい技を覚えたぞ。見ろ、氷壁が消えてるぞ。これで次の牢獄島へ進めるね。行きましょう。おい、この辺りなんかあるぞ。ねえ、あれなんだと思う？牢獄島はあそこだけど、これって大通り公園と同じ氷だ。このままだと通れないけどよ。コアはこれ越えた先だろ。どうすんだい。あそこはどうだ。登れば上から入れるかもしれん。ナイス、お稲荷。あそこを目指そう。一気に行けそうじゃない。グッドアイディア、冴えてるなパンサー。スノボで爽快に活路を開くか。新たな着想にもつながりそうだ。ちょっと楽しんでない。よし、よー、飛ばせ飛ばせ。風が気持ちいい。危ない、ちゃんと前を見て。いいな、気に入った。シャドウ発見。サクッと倒して進むぞ。白熱が弱点だぞ。一気に決めちゃえ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。さすがね。歩け。いただいていく。やはりここから入れそうだな。よっしゃ、気合い入れてこうぜ。よっ、てっ、俺たちの間合いだ。いけるぞ。正体を見せろ。一体どこから。敵は動揺してるぞ。一気に片付けろ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。ジョーカー、いい調子ね。早っ、後ろ。まだいんのかよ。今だ。終わりだ。こいつはバカ、楽勝だって。こいつは任せな。敵はあと少しだ。畳みかけろ。感電してるやつがいるな。白熱をお見舞いしてやれ。終わりだ。スカル、防御力が落ちてるよ。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。倒せたね。ここのコアゲットしに行こう。
これで3つ目のコア獲得だな。これバッジ？札幌中央市の市長記章ね。分かりやすい力の象徴だわ。マリコ様の理想の世界に暮らしたい。マリコ様についていけばいいの。強そうなのがいるな。分かるぞ。マリコ様の理想の世界に暮らしたい。シャドウ発見。暴いてやる。この距離なら奇襲可能だ。よし、ボコボコにしてやる。よし、片付けよう。レッツショータイム。ジョーさん、やっちゃえ。こんな気多いな。ヘルソナ、リリム、ジャックフロスト、モスマン、アルセール、ショータイム、アルセール、くらえ。さすがジョーカー、華麗だな。すごいぞジョーカー。ここだ。かっこいい。あと少しだ。一気にやるぞ。はっ、やっ、ほっ、くらるげ。強敵撃破、さすがだな。よし、行こうぜ。あ、見て、氷壁が消えたよ。これで先に進めるね。叱られるのは俺たちなんだぞ。好き勝手してんのはお前らのキングだろ。まとめてぶっ飛ばしてやるよ。クラルキ、クラルキ、強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。頼む。任せろ、出てこい。頼んだ。俺の出番だ。キャプテンキット。キャプテンにヒット。光る。いい感じだ。調子に乗るなよ。レッツショータイム。ソフィー、出番だぞ。ダーリア。追撃するぞ。もう一丁。スカルが続けて決めた。こんなもんかな。まだまだ。どけよ。行くぜ。うっしゃー、ぶちかま。お、すっげーな。おら、もうやるじゃねえか。やい、ペルソナー。いいぞ、これでしまいだ。まあ、当然だよな。じゃあな。サポートは任せろ。よし、これで全ての壁が消えたな。んじゃ、この勢いで突入すっか。そうだな、ここは一気に。皆さん、ごきげんよう。この声、マリさん。白く美しい札幌、その実現のために励んでいますか。いつもの大掃除の時間です。職員は率先して働きましょう。手を抜くことは許しません。塵一つ残さず、美しく清らかに、札幌を真っ白で美しい街に。ん？何か来るぞ、隠れろ。大掃除ヒーハー、大掃除ヒーハー、大
なんだこれ。すんげえ大群、大地の怒りか。なんという絵だ。大掃除の時間とか言ってたな。定期的に警戒度を上げてるのか。とにかくこれじゃ突入するのは無理だ。一度現実に戻って様子を見ようぜ。そうね、今日のところは引き上げましょう。ヒーホー、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 ヒーホー。なんか映ってるし。もうバカなことしてないで帰るわよ。ヒーホー、やっと先に行けると思ったのに、あんなん反則だろ。怒りじゃー、大地の怒りじゃー。掃除の時間だと言っていたからな。おそらくは一時的なものだろう。とりあえず仕切り直した。明日に備えて今日は休もうぜ。よし、じゃあ今日は風呂でも入って。まったく、何度も言っているでしょう。ちょ、あれって兵藤マリコ。あなたたち職員がたるんでいるから市民も安心して暮らせないのだと。申し訳何、体調不良なんて言い訳にならないわよ。さあ早く仕事に取り掛かって市民の期待を裏切らないでちょうだい。いいわね、遅れた分は寝ずに働いて取り返してもらうわよ。すみません。あの職員大丈夫なのか。見るからにフラフラだぞ。あれで働けってのかよ。あら、あなたたちは。マリさん、どうしてこんなひどいこと。ひどい？違うのよ、ハルちゃん。これはこの町に必要なことなの。私も心を鬼にして言っているのよ。この1ヶ月間、市の職員が町を掃除する清掃キャンペーンをやっているの。職員の規律意識を高め、町の治安を良くするためにね。そんな大事な職務なのに、この子はあろうことか遅刻してきた。市民に顔向けできないわ。たるんでいる証拠よ。清掃キャンペーンだと？さっきのお掃除非法大行進、まさかこれのことか。私が少年を叩き直してあげる。さあ早く職務に就くのよ。でもこんなに体調が悪そうで。いい、ハルちゃん、今の札幌中央市役所は使えないクズばかりなの。私がこうして一人ずつ更生させないと、どんな悪事を働くかわからないわ。市長である私を裏切ってね。なの、あんたが決めつけてるだけじゃねえのかよ。彼はまず病院へ連れて行くべきだ。働ける状態とは思えない。私が保護します。こっちへ。すみません。ちょっと何を勝手に。もうやめてください、マリさん。ハルちゃん、今のマリさんは私の知っているマリさんとあまりにも違う。誰にでも分け隔てなく優しかったあのマリさんはどこへ行ってしまったんですか。マリさんの周囲はいつも笑顔があふれていた。誰もがあなたのぬくもりに救われていた。私にとってマリさんはお日様のような誰よりも温かい人でした。それがどうして、どうしてそんな風に、どうして凍ってしまったんですか。ハル、私は立ち止まるわけにはいかないの。あの子のためにも。ごめんなさい、失礼するわ。
追うなハル。あいつはジェイルのキング、我が輩たちのターゲットだ。ジェイルで回収させるしかない。放っておけないのはわかるよ。でも今はこの人を病院に連れて行こう。うん、そうだね。病院は調べといた。急ごう。なんてやつだよ。絶対許せねえ。病人相手にあんな真似。リュウジ。終わり。でも私たちと話してる時はいい人なのに、職員さんにはあんなに厳しいなんて。わからない。何がマリさんをあそこまでさせているのか。あんな人じゃなかった。誰にでも優しい素敵な人だった。それがどうして。うん、あんな風になるきっかけってすごく辛いことだったりするのかな。先に進めばおそらく事情も明らかになる。それまでは立ち止まらないことだ。思わぬ邪魔が入ったが、王城へと続く道は確保してある。明日は王城に突入して兵道のいる鳥籠を目指すぞ。おはよう。それでいいのか。バイ。それでいいのか。バイ。それでいいのか。はい。また来てくれ。ひどい。なあ。興味深い。キーホー。おすすめで、毎度おすすめで、またどうぞ。いらっしゃ、人気の商品お買い上げで、商品人気の商品お買い上げで、商品またのお越しを。戻ろう。仕事の時間だぜ。ようこそ。タイムセール中だぞ。買え買え。これでいい。お買い上げだな。何個欲しいんだ。これでご利用サンクス。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。何個欲しいんだ。お買い上げだな。これお買い上げだな。何個欲しいんだ。これ役に立ててくれ。これご利用サンクス。何個欲しいんだ。これたくさん買うんだな。何個欲しいんだ。これご利用サンクス。これご利用サンクス。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。これでご利用サンクス。何個欲しいんだ。これお買い上げだな。どれにするんだ。誰のにするんだ。誰のにするんだ。誰のにするんだ。どれにするんだ。さあ
やるわよ。緻密で荘厳たる佇まい、近づくと一層絵心をくすぐられるな。お稲荷はほっといて、入り口がまた塞がれてるぞ。どこか別の入り口がないか探してみましょう。状態を見せる方法。チャンスじゃね。敵は大慌てだ。よーやってしまえ。白熱は効かないけど、強い相手じゃない。いけるぞ。まだ来るか。チャンスだ。ボス、追い詰めた。このまま片付けようぜ。こんなものか。暴いてやる。これってチャンスだよね。おお、瞬殺だぜ。敵あと少しだね。一気に倒しちゃおう。消えろ。余裕すぎ、歯ごたえない。次も頑張りましょう。おお、宝箱だ。開けるぞ。よし、敵はいないな。先行こうぜ。シャドウを発見。どうする？正体を見せろ。何をする？どう、目に物見せてやれ。うん、速攻だ。敵はまだまだ来るぞ。力を温存しておけ。白熱は効かないけど、強い相手じゃない。いけるぞ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。楽勝すぎてあくびが出るぜ。暴いてやる。よし、ボコボコにしてやれ。最強楽勝だな。まだ来るな。飛ばしすぎんなよ。嘘だ。バイコン、ピクシー、ジャックランタン、シルキー、モコイ、スライム、リリム、
ジャック・フロスト、モスマン、アルセール、バイコーン、もらった。はっ、頼む。任せろ。こんな感じか。こいつ手強い。気をつけろ。任せた。我が輩の出番だな。はね、我が半身、我が決意の証を見よう。よっしゃ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。任せた。うまいぞジョーカー。ナイスだ。さすがだジョーカー。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。追撃するぞ。あいつは任せてくれ。電撃が効かない相手だ。しかも強い。注意しろ。いけ。これで最後だ。ジョーカー強敵を撃破。さすが。あそこから入れる。でも届かねえよな。なんか足場になるもん探してみっか。解消というやつだな。オーケー、出発だ。安全だ。歩け。あれ、調べてみないか。王城に潜入したら準備はできてるか。よし、行くぞ。よし、潜入成功だな。シャドウ発見、気をつけろ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。おお、綺麗。ほう、これは見事な衣装だ。感心して。まだ来るか。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。招待バイコーン、くらえ。さすがジョーカー、華麗だな。シャドウはいねえみてえだ。兵道はこの先にいると思う。扉凍っちゃってるね。よし、行け、スカル。いや無理だろ、手くっつくわ。仕方がないわ、別のルートを探しましょう。シャドウだ、一掃するぞ。敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。お前とジョーカー。
見事だ。せよ奪え。白熱が弱点だぞ。一気に決めちゃえ。はっはっ。ねえ、あの窓から外に出れそうじゃない？なるほど、窓から出て外壁を登れば進めそうだな。おお、宝箱がある。これは見逃せん。シャドウは見当たらないわね。チェッ。うお、サビー。さすがに風が強いわね。落ちないように気をつけないと。お前らは喋んねえの？でもこいつら強そうだぞ。油断するなよ。敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。うまいぞジョーカー。ナイスだ。さすがジョーカー。せよ強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。完全に奴がいるな。白熱をお見舞いしてやれ。せよ敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。あいつは任せてくれ。強敵だな。気合い入れていけ。ジャック・ランタン、シルキー、モコイ、スライム、いただいていく。追撃するぞ。行くぞ。ナイスジョーカー。弱点にヒット。奪え。なんだよ、やるじゃん。ここだ。カミソマってなんだっけ。チャッ。スカルが攻撃状態。ペルソナが使えないよ。せっはっにゃっ。来い。行くぞ、いただいていく。ジョーカーのスピンがヒット。うわー、かっこいい。せっ、せよ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。あいつは任せてくれ。せっ、せよ。敵の攻撃が来る。みんな、備えて。はっ、うまいぞ、ジョーカー。感謝するぞ。ジョーカーが忘却状態。ペルソナが封じられてる。貫け。それありがとう。スピードアップ。いいよナビ。貫け。ジョーカー強敵を撃破。さすが。見て、あれ。おお、願いだな。ということは玉座はこの先ね。急ぎましょう。これが札幌のキング、兵道の鳥かごか。これ氷？すっごく冷たそうな色。全てを拒むかのようないてついた檻。誰も信じられないという心境の表れか。ノワール、顔色が悪いぞ。大丈夫か？うん、大丈夫。ではいつも通りやるか。頼むぞスカル。なんで俺なのかわかんねえけど、しゃあねえ。おら、あんたのせいよ。あんたが、あんたが許可したんでしょ。あんな危ない雪像。まことに申し訳ございません。北
た。雪像。ここで、あの子は。重かったよね。痛かったよね。カホを返して、私の娘を、私の子を返してよ。今回の事故は、すべて私の責任です。本当に、本当に申し訳ございません。謝ってるのが市長さん。まだ聞こえる。まさか崩落するとは。でも責任は決裁した市長にありますよね。私は何も悪くない。この安月給だ、ちょっとくらいいい思いをしたって。今の声が兵藤真理子のトラウマか。雪像、事故って、もしかしてあの公園のところの雪像崩落事故。あの事故に市長の真理さんが関わっていた。それが彼女のトラウマ。責任を追及されたということかしら。つうか、妙な男の声も聞こえてたな。なんか人のせいにしてる感じのよ。とにかく重要な手がかりなのは間違いない。一度現実に戻って真相を確かめるぞ。雪像崩落事故、当時の記事が残ってるな。一昨年の12月、札幌中央市主催の雪祭りで設置された巨大雪像が崩落。崩落に巻き込まれて9歳の女児七瀬佳穂ちゃんが死亡。当時も市長だった兵藤真理子が謝罪したけど、結局不可抗力による事故ってことになってる。そっか、あの公園に備えられてた花はその時の。真理さんを問い詰めてた声は亡くなった女の子のお母さんかな。あれが真理さんのトラウマ。多分あれは事故現場だ。雪祭りの会場、大通公園のな。ああ、あの辺りでエマにキーワードを入力してみるぞ。いらっしゃいませ。そちらになさいますか。ありがとう。おすすめのありがとう。またお越しく。見てってくれよ。ありがとうさん。ありがとう。いらっしゃいませ。お決まりですか。ありがとうございます。お決まりですか。ありがとうございます。お決まりですか。ありがとう。またご覧。そうだそうだ。暑いわね。エマか。やばくない。何をおさん、いかがかな。はい、それにする。はい、いかがか。はい、いかがか。はい、ありがとう。神ってる。何にしようかな。マリコ様。らっしゃっせ。それいいっすよね。どうもっす。またどうぞ。そうだそうだ。兵藤真理子、兵藤真理子、お願いいたします。したっけ。
やばくない？ご注文そちらありがとう。そちらご注文お決まり。ご注文またお待ち。安心安心。仕事の時間だぜ。役に立つタイムセール中だぞ。これでいい。ご利用サンクス。何個役に立ててく？何個欲しいんだ？これ役に立てて何個欲しいんだ？これ役に立ててく？何個欲しいんだ？これ役に立ててくれ？何個欲しいんだ？これお買い上げだ。何個欲しいんだ？これたくさん買うんだ。何個欲しいんだ？これたくさん買うんだ。何個欲しいんだ？これご利用サンクス。これお買い上げだな。これたくさん買うんだな。これたくさん買うんだな。これご利用サンクス。ここが事故現場なんだよね。キーワードを入れればトラウマルームに行けるはずだ。おそらくまた敵が待ち構えてる。お前ら準備はいいか？マリさんに何があったのかこの目でちゃんと見ておきたい。キーワードはスノーシティ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。雪祭りの会場みたいだけど。おい、あそこ誰かいるぜ。いやはや、まさか君がリベートを受け取っていたとはね。先生、どうかこのことは内密に。それは可能なんだ。私にも見返りがないとね。事故の責任をあの女に押し付けて辞職に追い込んでやりたい。そして私が市長になる。そうなれば君のことも悪いようにはしないよ。協力してくれるね？はい、それはもう。一体どういうことかしら。市長。おやおや、聞かれてしまったか。市長、違うんです。これはそういうことじゃ。市長ってことは兵道か。マリさんはこの密談の現場を見てしまった。事故が起きたのはあなたのせいだったのね。市長も話のわからない人ですね。祭りの主催は札幌中央市。税金も投入されてる。安い業者に頼むのは当然でしょう。それで少々の見返りをもらうくらい職員はみんなやってることじゃないですか。それを雪像が一つ崩れたくらいでたまたま運が悪かっただけだ。なんてこと。今すぐ警察に連絡します。いいですよ。告発するならすればいい。だけどあなたも道連れだ。何ですって。あなたの指示でやったと証言しますよ。そうなればあなたも破滅だ。あなたは市の最高責任者。署名付きの決裁文書だってある。そういうことだよ市長。残念だが君はもうおしまいだ。あなた市議会議員でありながら不正を正そうという気はないの？私はただ事実を語っているだけだよ。どうです、私の話を聞く気になりましたかねえ市長。
るぞ。私は悪くない。全部役所の給料が非改正だ。この世は金金金金が全てなんですよ、市長。こいつ市長を脅してたってことかよ。こんな理由があったなんて。アリさんもすごく苦しんでたんだ。考えるのは後だ。今はこいつを倒すことに集中しろ。カルゲ、カルゲ、告発するならどうぞ。カルゲ、その時は市長も道連れだ。何か仕掛ける気だ。妨害できないか。周囲のシャドウの防御力上昇を確認。カッチカチだ。気をつけろ。カルゲ、そんなに市長の椅子が欲しいですか。卑しい人だ。あの盾攻撃にも使ってくるわ。みんな気をつけて。ジョーカーの追撃がヒット。ねえ市長、あなたも同罪ですよね。あなたが決裁をしたから、あの子は死んだんですよ。こいつ最低。全部市長のせいにしようとして。でもマリさんを止めなきゃいけない。あなたに構っている時間はないの。こいつを倒せば鳥籠が開くはずだ。みんな気合い入れていけ。追撃するぞ。ナイスジョーカー。弱点にヒット。すごいなジョーカー。何をしようと無駄、無駄なんだよ。さっさと自分して消えちまえばいいのにさ。いただけいくさ。マブじゃねえか。とっとと倒れろよ。あいつすごいやつは嫌われるぞ。ジョーカーの追撃がヒット。嫌え。ジョーカーのスキルがヒット。なんだよ、やるじゃん。ここだ。任せた。我輩に任せろ。頼んだぜ。俺の出番だ。やっちまえ。オッケー。ぶっ飛ばせ。このまま行こう。祝福属性が弱点だ。狙っていけ。くらえ。運動を渡せ。さよならだ。私一人を処罰しても無駄ですよ。任せろ。よし、また強くなったな、ジョーカー。片付いたか。これで王の間に潜入できるな。さっきの奴ら何なんだ。なんか市長と揉めてたな。一人は市議会議員、もう一人は市の職員かしら。職員が雪像を制作した業者から不正にお金を受け取っていたようね。仕事を与えた見返りというわけか。いわゆる賄賂だな。業者の手抜きか技術不足かは分からんが、結果崩落事故が起きてしまった。そしてそれを知った市議会議員が事故を利用して兵藤市長を陥れようとした。そんなところかしら。許せん。これで話の流れはつながった。兵道はこの話を偶然聞いてしまった。雪像崩落事故の本当の原因をな。そして市議会議員が自分を陥れようとしていることを。胸クソ悪い話だぜ。金と権力欲しさの汚え連中のせいだよ。兵道の気持ちも分かろうというものだな。彼女は周囲の人間が腐りきっていることを知り、ならば自分が正してやろうと考えた。だからマリさんは職員を酷使したり無茶な倫理条例を制定したり。しかも市民を意のままに操り再び市長に当選しようとしている。マリさん、事情はどうあれこれで鳥籠の鍵は開いた。アジトに戻って予告状をどうするか考えようぜ。
んじゃ、予告状どうすっかだな。あんまり派手な方法はやめない？あの人、そんなに悪い人じゃない気がするし。まあな、一番悪いのは金もらってたやつだしな。いや、それ利用して市長をはめようとした議員じゃないか。実際に事故を起こしたのは業者だ。悪として裁かれるならそちらの方だろ。熱く語ってるじゃねえか。悪がどうしたって？来てたのね。まあそう邪険にするな。つうかお前ら、俺のことを忘れてたろ。一言も連絡よこさねえで何してた。言われてみれば。おっさんのこと綺麗さっぱり忘れてた。お前ら逮捕されても知らねえぞ。悪かったって。まあいい。でどんな状況だ？なるほどな。それが兵藤真理子がキングになったきっかけか。だから悪がどうこうって話してたわけか。おっさんはどう思うよ。お前ら、お人よしにも程があるぞ。どういうことだよ。確かに兵藤真理子が追い込まれたのは腐った悪党どものせいだ。だが今の奴がやってることは何だ？人を改心させ操る悪じゃないのか？それはそうだけど。それに結局のところ、事故の責任は許可を出した兵藤にある。経緯はどうあれ、それが責任者ってもんだ。いや、けどよ。法の外から善悪を正そうってお前らにとっちゃ納得しにくいのはわかる。だがそれが世の中だ。いつまでも正義の味方を気取ってるといずれ痛い目を見るぞ。ひどいぞ善吉、そんな言い方するな。だけど、はあ、悪かった、少し喋りすぎたな。いえ、あなたの話も一理あるわ。確かにそれが世の中かもしれない。だけど簡単に割り切りたくないの。出ないと救われない人たちもいるって私たちは知ってるから。俺たちにしか助けられねえやつを助ける、そのために怪盗団を作ったんだからよ。お前らが本気なのはよく分かったよ。でどうする？どっちにしろ兵藤をほっとく気はないんだろ。うん、マリさんを止めよう。ハル、マリさんが今やっていることは歪んだ欲望の押し付けでしかない。どんな理由があったってそんなことを許しちゃいけない。うん、我が輩たちは己の正義を信じて戦う怪盗団だ。我が輩たちが信じるやり方で兵藤に引導を渡してやればいい。異論はない、決まりだな。ありがとう。それで予告状はどうするんだ？市長の部屋にカレーと予告状を届けるとか。出前かよ。つかそこはラーメンじゃね。部屋とか限られた空間は避けた方がいいかも。市長選の最中で外にいる時間が多そうだから。ターゲットが予告状を見ないと意味がないわ。遊説先なんかを狙えないかしら。選挙戦中に通りそうな場所なら鈴代の選挙ポスターがある場所は演説で必ず行くだろうし。ああ、演説のタイミングに合わせればバッチリだな。問題は誰が実行するかだが。おい、なんだお前ら、まさかまた。よっさん、今回もよろしく。あのな、ただでさえ俺は仙台でお前らの片棒を担いでんだぞ。なんとか頼めないかしら。さっき喧嘩売ってきた罰だ。自業自得だね。予告状は私たちが準備しておきますから。頼んだぞ、おっさん。このクソガキども。ああ、もう分かった分かった、やりゃいいんだろう、やりゃ。ありがとうございます。ったく、
なんでこんなことに。まあいい、やるなら早朝だ。遅れんなよ。いいか、何が欲しい。タイムセール、何個欲しいんだ。これお買い上げだな。これお買い上げだな。どれにするんだ、誰のにするんだ。おや、うん、時間に呼び出してありがとう。ナリさんのことを話したくて。おかしいよね、私ナリさんのことずっと思い出せずにいたの。長谷川さんから名前を聞いた時ですら全然ピンとこなくて。けどナリさんにハルちゃんって呼ばれた時にね、急に何かの蓋が開いたみたいに昔の記憶が溢れてきたの。子供の頃のこともマリさんのこともいっぱい思い出した。あんなに大好きな人だったのに。きっと私自分で思うよりもずっとお父様のことを引きずってたんだね。お父様がいなくなってしまった辛い記憶も共に過ごした昔の記憶も心の奥に沈めて、いつの間にかマリさんのことも思い出せなくなってた。うん、きっと私また逃げてたんだと思う。昔ね、お父様とマリさんにくっついてゴルフコースを回ったことがあるの。その時一緒なのが嬉しくてはしゃいでた私は転んで泣き出しちゃったんだ。そしたらマリさんが厳しい声で、泣いてはダメ、立ち上がりなさいって。びっくりしちゃった。どんな時も優しい人だったから。でもマリさんが優しい人だって知ってたから泣き止んで立ち上がることができた。マリさんが間違ったことを言うはずない、信じようって。そしたらマリさん私を優しく抱きしめてくれた。これから辛いこともたくさんあるかもしれない、だけど立ち上がれば何度だってやり直せる、それを忘れないでねって言ってくれた。あの時は理解するのが難しかったけど今ならわかるんだ。優しさだけが全てじゃない、時には間違いを正す言葉が必要なんだって。逃げていちゃダメなんだって、立ち上がらないといけないんだって。辛い現実から目を背けていても何も変わらないんだって。そうなれたのもあなたや怪盗団のみんなのおかげだよ。私はお父様を助けられなかった、だからこそマリさんは助けてあげたい。マリさんが私に言ってくれた言葉をマリさんに伝えたい。そうだね、聞いてくれてありがとう。私頑張るから。それじゃあ、おやす。なあ、ハルはどうしてあそこまで兵道マリコにこだわるんだろうな。私には心がないからやっぱり理解できない。どうして人は誰かのために必死になるのか。私にもいつかその理由がわかるんだろうか。そうなのか、人にも人の心がわからないことがあるんだな。人の心はわかるようでわからない。グギギ
って感じだが、私は人の良き友人だ。引き続き学習を続ける。さあ皆さん、共に札幌を真っ白で美しい街に、兵藤真理子に清き一票を、清き一票を。ちょっと、あれ予告状？マジじゃん。何かしら、心が凍った偽りの女帝兵藤真理子様、他者を意のままに操り道具のように使い捨てる、その冷徹さ、そして斧が権力にすがるあなたを、私たちは許さない。あなたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴いたします。これは、私の願いを奪おうというの？冗談じゃない。あれは私のもの、私だけのもの。何人も私がキングであり続ける邪魔はさせない。いいわ、ちょうどお腹が空いてきたところなの。どんなお味がするのかしらね。あなたたちみんな私が食べてあげる。な、何ぼさっとしてるの。早くこれを剥がしなさい。待ってて、マリさん、もうすぐだから。行きましょう。マリさんを改心させなくちゃ。よし。さあ仕事の時間だ。チェッ。あれは何かしら。これ役に立ちそうじゃね。異常なし。歩け。蹴散らしてしまえ。オーケー、任せろ。敵あとちょっと、一気にやっちゃおう。はっ、はっ、はっ、行くぞ。余裕の勝利ってやつだな。しゃあこの調子で行こうぜ。ん、何か落ちているな。よっしゃ、なんかゲット。なんだあれ。あ、これは。待たせたな、てめえを成敗しに。うぅうるさいわね、黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵藤の歪みが現れた姿ってことか。
何なのかしら、あなたたち。私の邪魔をしないでちょうだい。あと少し、あと少しで私は市長を続けるだけの票を集めることができる。違います、マリさん。それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った偽物の票なんです。それに今のままではあなたの部下、職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね。私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスノーシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来人が選択すべき心の意志。それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのためにこの心を授かったのです。お黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私の邪魔ばかりして。あなたたちみんな、私が食べてあげる。あなたは間違っている。みんなの願い返してもらいます。黙れ黙れ。あなたたちに何がわかる。私を否定する者は残らず食らい尽くしてやるわ。おとなしく食べられなさい。うわ、なんだこの料理。つか、すっげーうまそう。なこと言ってる場合じゃないっての。来るよ。タルゲス、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 強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。タルゲス、タルゲス、クモノの存在で。何なの、何なのよ。任せてくれ。血の邪魔をするな。一掃する。敵の攻撃力が急上昇。やばげな雰囲気だぞ。終わりだ。目障りなのよ。ふっ、せい、おっ、なるげ。こいつは強い上に確熱が効かない。油断しちゃダメだぞ。ありますよ。いや、ここか。いいものがぶら下がってるな。あれを敵に落としたら終わりだ。強敵だな。怒りで我を忘れてるわ。みんな気をつけて。あいつメンタルが超不安定だ。それ、これだな、これだ、これだな、それ、これだ。今なら、粘土属性で大ダメージ狙えるぞ。体力やばい、注意しろよ。食べられた。早く助け出してやれ。倒れろ。マイトジョーカー、
任せてくれ。撃ち抜く。ダルゲ強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。モナが凍結した。動けないぞ。あれ使っていいか。終わりだ。電撃が効かない相手だ。強い。注意しろ。あいつは任せてくれ。決める。ダルゲ。ショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。スライム。食らえ。さすがジョーカー。華麗だな。さすがジョーカー。頼りになる。彼がヤバそうだ。くそ、嫌なのに吹雪。ストームを一気ハッキングできたぞ。木星だ。凍える前に起動して。こいつ手強い。気をつけろ。倒れろ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。グッジョブだジョーカー。いくぞ。いただいていく。いや今だ。せっかく白く染めたのに。あいつ呪音属性が苦手みたいだ。やってやれジョーカー。このまま行こう。ジョーカーの追撃が効く。それスピードアップ。見事だナビ。ありがとよ。クスマこれだな。これだ。これだな。ジョーカー、これだな。それ。あ、凍ってる。目を覚ませ。いただいていく。こいつで。まだよ。まだ食べなくちゃ。全部私が食べ尽くすの。きれいに食べてあげるわよ。マルさん、もうやめて。優しかったマルさんに戻って。なんおいたがすぎる。無駄だ。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。モナの気力がやばい。注意して戦って。ナイスジョーダン。弱点にヒット。さすがは怪盗団のリーダーだ。はっ、嫌え。ジョーカーの追撃がヒット。許せろ。俺も続くぜ。もらった。行くぞ。これで終わらせる。終わりだ。ジョーカーのスキルがヒット。かっこいい。任せてくれ。うまい。ヘリスト、俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。行くぞ。ちょっと今だ。ヘリスト、俺も続くぜ。こいつは強敵だぞ。氷結も効かない。気をつけろ。弱点にヒット。これだな。感謝するぞ。いいぞ、見事だ。俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。はっ、ジョーカー壊せ。これだ、それ、それ、これだ、これだな。このまま存在で負けられないのよ。私は。いいぞ、スキルヒット。それ、これだ、これだな、これだ、これだな。これだ、それ、これだ、これだ。それでこそ、だな。ヘリスロ、これも続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。モナの体力がやばい。いただいていく。
超強化ペルソナ。ペルソナ。ダメよ、私が倒れたら誰が。ますます強くなっちまったぜ。どうだ、新技だぜ。新技習得、早く試してみたい。まだまだよ、私は倒れるわけにはいかない。不正を一つ残らず排除するまでは。もういい、もういいんです。マリさんは優しい人だから、全部背負おうとしてたんですよね。汚職をしていた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、全て自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない街を作ろうとした。そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任。部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ、次のクズが権力を手にするだけ。だから私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら、私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるなら。と、だって私が食われたら誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない。事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して、マリさん自身の力で。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために真相を隠すことに加担してしまったのだから、これでは。もう立ちなさい、兵藤マリコ。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。だから立って、立ち上がりなさい。たとえつまずいても何度でも立ち上がるのです。その言葉は、そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても、必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで、自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで前を見て歩けるようになったんです。だからきっとマリさんにだって、何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そう、そうね、ありがとう、ハルちゃん。間違っていたのは私の方だった。職員には無理難題押し付けて、おかしな力で無理やり市民の支持を得て支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか、誰からも愛される素敵な街を作ること、私を育んでくれた街への恩返し。だからもう一度立ち上がってみせる。二度と間違えたりしない。こんなもの初めから必要なかった。ハルちゃん、
立派になったわね。あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。マリさん、喜ぶ？崩れるよ、行こう。しっかり遅くなってしまったな。ハル、お疲れ様。うん、みんながいてくれたから。でもマリさん大丈夫かな。大丈夫だと思うぜ。いつもみたいに消えてったじゃんか。ああ、ハルの思いは確実に届いた。あいつの心は間違いなく変わったはずだぜ。ひとまずここでのミッションは終了だな。あとは市民が元に戻っているかどうかね。すぐに確かめたいところだけど。とりあえずなんか食おうぜ。つうか腹減って倒れそうだわ。そうだな、腹が減っては戦はできぬだ。いや、戦は終わったろ。なあなあ、我が輩ジンギスカンってやつを食べてみたい。わあ、北海道名物。なんだと、今日こそ伊勢海老鍋ではないのか。いつ決まったんだよ。つかこのクソ暑いのに鍋はねえだろ。でもそれ言ったらジンギスカンも鍋じゃね。嘘、なんで焼肉じゃなくて。確かにジンギスカンで使うのはジンギスカン鍋っていう調理器具ね。そうね、すき焼きっていう名前だけど見た目は鍋ね。どうしてかしら。いや、我が輩どうでもいいぞ。お、受けてる。だな、札幌に咲いた美少女怪盗100万ドルの笑顔だ。よかった、ずっと思い詰めていたみたいだったから。ああ、夜中にこっそりリーダーを呼び出して相談するほどにな。え、似てたの。じゃあソフィア、札幌一のジンギスカンのお店探してくれ。ソフィア。あ、悪い。オーケーだ、任せろ。まあ、いい感じなんじゃね。兵道マリコへの異様な熱狂は消え、ごく普通の顔を取り戻したようだな。まずは一安心だけど、この変わりようやっぱりキングの力が恐ろしいものだと再認識させられるわ。ねえ、今から兵道さんが会見開くって。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日市民の皆様にご報告申し上げたいことがあります。この度私は市長選より撤退し、市長の職も退く所存です。私は市長という立場にありながら皆様の信頼を裏切りました。先に発生した雪像崩落事故に関しまして真相をお伝えいたします。崩落した雪像は市の職員が不適切な業者から賄賂を受け取り制作したものでした。
私は責任者でありながらそうした行為を見抜けず、雪像の制作を許可いたしました。結果として雪像は崩落し、一人の女の子の尊い命が奪われたのです。さらに私は真相を知った後も自らの立場を守るために事実を隠蔽しました。市長であり続けるため仮初めの支持票を獲得していたのです。保身のために皆さんを裏切り不正行為に加担したのです。私自身も加害者の一人、私があの子を殺したのです。よって当該事件を改めて警察に捜査していただくとともに、私は全責任を負うため市長選から撤退し、市長を辞任させていただきます。兵藤さん、迷いのない顔ね。マリさん、警察に捕まったりするのかな。どうかしら。兵藤は自分が市長で亡くなり市民を守れなくなる方が怖かったんだろうな。事実を公にして党の職員に責任を負わせることはできる。だが他にも悪が潜んでいるはずだと気が気ではなかったんだ。でもこれで良かったんだと思う。マリさんは過ちを犯したままでいるなんて望んでなかったはずだから。善吉から電話だぞ。よう、兵藤の会見見てたか。お、ご苦労さん。とりあえず礼は言っとくぜ。で、兵藤は崩落事故の重要参考人として事情聴取されることになった。スマホの解析も必要だと思ってな。これ使って俺が護送を担当することにした。一応本人と話す時間くらいは作ってやれろ。どこかで待ち合わせないか。ごめんなさい、本当にごめんなさいね、カホちゃん。マリさん、ごめんなさい、本当にごめんなさいね、カホちゃん。マリさん、ハルちゃん、私どうかしていた。おかしな夢を見続けていた気分よ。いつからこんな風になってしまったのかわからないけれど、でもあなたに言われて昔の自分を思い出したの。そして市長になった時の思いを、町の人たちを家族のように守ろうと誓ったあの気持ちを、あなたのおかげで私はようやく自分と向き合えた。そして私がしていたことは亡くなった子への裏切りだと気づいたの。現実から目を背け独りよがりだった私はあの子に何も返せていないって。そんなこと、マリさんはマリさんなりに。いいの、事実よ。もしかすると私はこの先ずっと人々を苦しめ続けていたかもしれない。でもそんなことはこの子が望むはずがないもの。だからお礼を言わせて、ハルちゃん。この町を、私の家族を救ってくれてありがとう。マリさん、お父様が亡くなってまだ日も浅い大変な時に本当にごめんなさいね。この先困ったことがあったら私に言って、
何があってもすぐ駆けつけるわ。ハルちゃんだって私のとても大切な家族なんだから。ありがとう、マリサ。ハルちゃん。よかったね、ハル。はあ。じゃあ、もう行かないと。急に市長を退いて、町のことは心配だけど、後に続く人たちに頑張ってもらうわ。横暴で愚かな市長の代わりにね。もう政治の世界からは身を引くということですか？ええ。これ以上市民に合わせる顔なんてない。私も年だし、これからは若い人が。市長、あなたはニュース見ました。本当に辞めるんですね。しかも政治家を引退する。はい、もう二度と皆様の前には。ふざけないで。あなたが消えたところで、あの子は帰ってこない。カホの娘の死は変わることはない。おい、止めた方がよくねえか。待って、多分あの人は。だからあなたは逃げずに戻ってきて、全てやり直して、もう一度市長になって。え、やり場のない怒りをぶつけた私の前で、あなたは涙を流してくれた。あなたは逃げずに私の悲しみに寄り添ってくれた。その姿は私が一番よく知ってるわ。お母さん、ありがとう。ありがとうございます。約束します、あなたやあの子のために必ずもう一度立ち上がって市民を守る市長になると。マリさん、なぜだ？これは多分悲しい場面のはず。だってみんな涙を流してる。なのに温かくて優しい。これは一体なんだ？そうか、だからハルは兵道を助けたのか。悲しいを嬉しいにするために重要情報を記録。ソフィアは喜びを学習した。あの人が亡くなったこのお母さんだったんだね。でも分かってくれてたみたいだな、兵道の思いを。マリさん、よかった。ハルがジェイルで言った通りだったわね。立ちなさい、兵道マリコ。ラッキー。ちょっと思い出すと恥ずかしくなってくるから。普通にかっこよかったよ。私感動したもん。やめてってば。よくやった。にゃふん。いいぞ。さて、よっ、どうする？なぬ？わ。なんで？実は。
うんうん。えへへ。兵道に話を聞いてきたが、今回も新情報はなしだ。エマの友達機能を使って人をいいように操ってたって話だ。ちゃんと持ってきてるよ。ほら。待ってました。今回の件で確信したことがある。やはりこの一連の事件、黒幕がいるぜ。ほう、根拠を聞かせてくれ。兵道、夏目、アリス、三人とも戒心を使って悪事こそ働いていたが、根っからの悪人じゃない。少なくとも欲望のままに現実を歪曲してパレスを生み出してた主たちとは違う。それは俺も気になっていた。挫折こそしたが、夏目は努力をしていた。アリスだって人の光になろうって頑張ってたし、マリさんも市民のために尽くそうと必死だった。ああ、鴨志田やマダラメのような私利私欲にまみれた極悪人とは違う。だがキングが根っからの悪人でないことと黒幕がいることに何の関係がある？あのジェイルって空間は、主が生み出すパレスとは根本的に違うってことだ。その証拠に、ジェイルにはお宝がない。あるのは人々から奪った願いだけだった。そもそもキングたちは欲望の結晶であるお宝を持っていなかったってことになるんじゃないか。ジェイルはキングが作った認知世界ではない。だから別に作った人物がいるってことね。そして極めつけはあの鳥かごの鍵だ。我が輩たちがキングの元へたどり着くには、いつもあの扉の鍵を開ける必要があった。我が輩はあれをキングや願いを守るセキュリティのようなものだと思ってたんだ。だがそれなら、なぜキングが消してしまいたいと思ってるトラウマの記憶が鍵になるんだ。あれが認知世界だと考えると、キングはトラウマが自分を守ると認知していることになる。確かに妙だな。むしろ逆な気がする。そう、逆だとしたらどうだ。あの扉は何のためにある？ああ、我が輩もそう思う。あの扉は外部からの侵入者を阻むためではなく、中にいるキングを閉じ込めておくためのものだとしたら。閉じ込める？キングなのに閉じ込められてるってのかよ。考えてもみろ。キングがあの鳥かごから出ようとしたらどうなる？扉に触れてトラウマの声が聞こえる？そうだ、キングは自分がキングになったきっかけを思い出し、キングでいなければならないと考える。そして鳥かごの中に引きこもる。キングは囚われたかごの中の鳥なんだ。そう考えればトラウマルームで鍵を守っているシャドウも意味合いが違ってくるな。あれはキングがトラウマを暴かれないよう置いている門番ではなく、キングを閉じ込めておくためのシステムを守っている番人ということになる。よくわからねえが、つまりキングもまた利用されてると。それが黒幕がいると思う根拠か。兵道さんのスマホどうだった？やっぱエマと携帯は正常。それとまた監視されてた痕跡があった。多分今までと同じやつだ。誰かわからないけど。その監視者が黒幕ってことか。目星はついてんのか？第一候補はエマを運営しているマディス社だろうな。エマがジェイルの入り口である以上、やはり無関係とは思えない。マディス社な、本社に踏み込めれば話は早いんだが。警察の力でなんとかなんねえのかよ。
バカ言え。どんな容疑で令状を取るつもりだ。人をキングにした罪ってか。一ノ瀬から電話だ。やあ、なかなか連絡できずにごめんね。新しいことが分かったから教えとこうと思って。あれからエマのことを調べてみたんだけど、以前との違いはまだ見つからないね。まあ誰でも簡単に触れるようなものじゃないし、仕方ないかとか思ってたんだけどね。けどエマの変更履歴を探ってみたらさ、面白いことが分かったんだよ。エマは私がマディスに売った後、一度沖縄に運ばれてるみたいなんだ。うんうん、私もなんで沖縄かなって思ってさ、あれこれ調べたんだよ。そしたらね、沖縄のクコ島ってとこにマディスの研究所があるみたいなんだよ。でもこれ公にしてないしさ、行政に問い合わせても未登録らしいんだ。つまりこれって秘密研究所ってことなんじゃないかな。エマに何かされたのならここの可能性が高いと思うんだよね。どうだい、これっていい情報だったよね。なになに、もしかして私グッジョブ。やったね。そんじゃまたね、怪盗団。土産話楽しみにしてるよ。一ノ瀬さん、なんだって？沖縄？青い海？シーサー？パイナポー？ジンスコ？いいな！ラーメンみたいなやつだろ？おいお前ら、とりあえず正気に戻れ。未登録の施設ってんなら、現地調査からの任意捜査って流れも取れる。真っ当な証拠が見つかるかもしれない。行く価値はあるか。だがクコ島っつったら沖縄本島から少し離れてるな。となると飛行機しかねえか。ちょ、ゴーゴーフェザーマンゴーどうすんだ。せっかく一緒に旅してきたのに。この車、そんな名前だったんだな。それに公共の乗り物は危険だからって。しかしさすがに沖縄まで車は無謀ではないか。ちっと待て。おう、どうした。もちろんそりゃ分かってる。だがこっちも仕事でな。誰からだ。いや嘘じゃねえ、それだけは本当によ。もちろん覚えてたさ。けど俺もその、あ、切られたな。お前ら飛行機はなしだ、車で行くぞ。は？ここから沖縄まで車で行くの？悪いが寄る場所ができちまってな。行くのはまず京都だ。京都だと？俺は本来京都府警の所属でな、署に戻って捜査情報を共有するとかいろいろだ。神戸まで出りゃ直行のフェリーも出てる。時間的には問題ないだろう。それでも京都までかなり距離があるわね。心配すんな、俺が運転してやる。一緒に来んのかよ。つうか新島がずっと運転してたのか。奥村どうした、免許持ってんだろう。取りはしたんですけど、私ペーパードライバーで。それに春の運転はその、まあいい、とにかくすぐに出発するぞ。ここからなら北陸自動車道だな。想定走行時間は21時間ってとこか。おっさん正解だ。21時間やばくね。俺たち警察は運転のプロなんでな、任せとけ。どうしたんだよ、
なんか急に火がついた感じしね。俺は構わん、京都に行けるのだからな。なりふり構わなくなってきたな、お稲荷。ああ、任せろ。さあ、出発準備だ、ガキども。うん、